に魔王の元にたどり着いたぞ。みんな、苦しかった戦いも、ここを乗り越えれば終わりだ。魔王を倒して、絶対に平和を取り戻すぞ。魔王、ここにいることは分かっている。出てこい。魔王、私は勇者だ。貴様を仕留めに来た。逃げても無駄だ。え？魔王、一体どこに？え、ちょっと待って。誰だ？誰って、魔王です。魔王？お前が魔王か？あ、はい、そうなんです。出てこい。この勇者が仕留め。だから、ちょっと待ってって。ん？ちょっと、都合により、今そちらの姿が、まだ見れてないんですけど、勇者が来たってことでよろしいですか？そうだ。こちらが見えていないのか？いつも見えるんよ。いつも見えるんやけど、ちょっと最近カメラの調子が、もう早つけよ。何？つけとは一体なんだ？何をするつもりだ？いや、あなた様に言ったんじゃなくて、カメラがね、すぐにつかんのよ。もうつけも、いや、いつもならね、部下がさっさと伝えてくれるから間に合うのやけど、あ、部下！そう、部下なんよ。ちょっと聞きたいのだけれど、いいですか？問答無用！いや、そういうテンションのやつじゃなくって、雑魚、いわゆる雑魚、雑魚敵は倒したんですか？もちろんだ。あいつら勇者が入ってきたん知ってたんかい。連絡せえっていつも言うてるやん。まずほうれん草やろ。ほうれん草？あ、いや、こっちの話です。ちなみに中ボスは、もちろんやっつけた。残るは魔王、お前だけだ。マジか。あいつら強いくせにそういうところがマジでも、なんだ？何の音だ？あ、いや、これは、大パンだ。ちょっと、イラついてしまったっていう感じの、あれだ。大パン？おい、魔王。おしゃべりはここまでだ。出てこい。いや、出てこい言われても、準備がね、まだ完全体ではない。そういうことか。いや、完全体いうか、プライベート抜けきってないいうか、一つ相談だが、シャワーを浴びてきても、そんなことはさせない。まあ、そうでしょうね。そのテンションでしょうね。まあ、そんなことって言われるほどのことでもないとは思えないけどね。ただのシャワーやしね。もういい。こちらから乗り込む。乗り込むってこの部屋に？残念だが、それは無理だ。この部屋は普通見ることもできない。特殊な力がなければな。そうか。ここで大妖精様にもらった真実の目を使うのか。ちょっと待って、それは話が違う。すぐ出る。ちょっと待ってて。デリカシーないんかよ。見られたくないから隠してるんやろが。見られたくない？あ？あ、聞こえてる？あっぶね、丸聞こえやん。マイクミュート。よし、オッケー。マイクミュートできました。はい。よし。よし、じゃあ、行ってくるからね、ウサタン。もふもふ。あ、かわええの。よし、よし。よし。とりあえずこれだけ羽織っていくか。うっそ、生乾き？切れへんやん。もう、もっと早めに連絡くれたら乾かせたのに。あ、ちょっとお腹が。お前の話は筒抜けだ。え？あ、マジで？あっぶな。聞かれるとこやった。危な。マイク故障か？あ、まだ聞こえてる？聞こえている。故障かよ、もうええって。早く来ないとこちらから。わかった。もう行くから。魔王が現れるぞ。構えろ。ほーら、普段着の魔王やでーって、うわ。仲間おるんかいな。三人も？そうだ。我ら4人がお前を打ち倒す。知らん、聞いてへん。てか、めっちゃ無口やね。あれだけ喋ってて誰も口挟まんか？無駄なおしゃべりはそこまでだ。行くぞみんな。ちょ、早い。まだ、喋ってんでしょ。勇者どもを殲滅したか。おーい、誰か、こいつらの墓でも建ててやれ。で、そっか、幹部もやられたんか。ワンオペダンルー。動画、最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。